모르도바. 다음으로 사이고니 모르도바노 키시나우카라 오쿠테키타 아가시 데스. 안녕하세요. 곤방와 모르도바노 키시나우니 순데이루 모르도바 반민교회의노 알렉산드로 타나세이프 데스. 私は 2010年に 放送で イーゼロク先生の説教に接して それからずっと インターネットで 説教を聞いてきました。 2016年 妻の知り合いが私たちのところに来て ここにモルドバ万民教会があると教えてくれました。 その当時 他の教会に通っていたので すぐモルドバ万民教会に行けなかったんですが、私はイーゼロク先生の説教を聞きながら今も神様の癒しの御業が確かに現れていることを信じるようになりました。ところが通っていた教会ではこれ以上癒しの御業は起こらないと教えていました。 そのうち2017年 家内が モルドバ万民教会に一緒に行ってみようというから私たちは初めて礼拝に参加しました。 初めて行ってみたら まるでずっと通っていたところのようで不慣れな感じがしませんでした。そしてその日のメッセージが自分のためのようでした。そうやって一回訪問した後、家内は私に聞きました。どう？この教会また来る？私は家内に、 これから他の教会に行かないでこの教会に通おう。神様がそう心に働きかけられたと言って、その時から私たちはモルドバ万民教会に通っています。タナシェショイプ生徒の家族はモルドバ万民教会に通いながら信仰の渇きがだんだん解消していきました。彼には答えていただこうとする問題がありました。私は自動車サービス工場で働いているのですが、 2008年に腰が痛くなって 仕事が多いのに、それから痛みのせいで働くのが大変になりました。2010年には痛みがとてもひどくなって病院に行って、コンピューター精密検査を受けました。 その結果、私の脊椎の上にヘルニアがあって、両方に広がった脊椎が神経を圧迫してこんなに痛いのだと言いました。 脊椎の上がひどい時は すごく痛かったです。時には弱くなる時もありました。いろいろな方法で治療に努力しましたが何の助けにもなりませんでした。薬代があんまりにも多くて絶望の中でこの薬をずっと飲まなければならないのかと思ったりしました。 こんな痛みの中で生きていると、こんな風に生きているのがとっても辛かったのです。私はまるで石のように硬い人になって、夕方になるといつも疲れていました。 疲れると、体は自然に横になりたかったのに、 横になってもずっと痛かったんです。
横になれば痛みと戦わなければならなかったし、ある姿勢で横になれば痛みが少し減るから、そうやって寝たりしました。 こんな状態で仕事に行くと、上司は当然私を良い目で見てくれませんでした。それで他の職場も調べてみたりもしましたが、全てが楽ではありませんでした。それでも小さい子が2人いたので働かなければならなかったんです。 たとえ自分の人生の第一の目標が病気の癒しではなくても癒されることは私にとっては切実でした。なぜなら私は力仕事をずっとしていたし、家族のことを思えば早く癒されて栄光を返したかったし、懸命に生きなければならなかったからです。 私はこんなに辛い仕事をしながらも、自分の中に発見されるもの、捨てるべきもの、欠けていることのために祈って努力しました。それで自分の人生と信仰の第一の目標が病気が癒されることではなくなって、罪を捨てて清められて新しいエルサレムに入ることになりました。その後、私は主が私の人生に働いておられることが感じられました。 そのうちダナシエフ聖徒にやってきた機会、 2017年9月11日、 이수진先生と出張チームがここに来て集会を導いてくださいました。이수진先生がモルドバに来られる3ヶ月前、 私は痔になりました。 だんだん大きくなって、病院ではもう治療はできないから手術をしなければと言われました。でも私は手術は考えませんでした。이수진先生が導く集会の時癒されたいと熱く願っていたからです。 私には腰のヘルニアの癒しが急だったので、痔のことは忘れていました。ところが集会の日が近づくほど、痔は太くなり、まるで尻尾ができたような感じがしました。集会の時、実は腰のヘルニアが一番重要な気道硬いだったので、 痔は気にしませんでした。私はイースジン先生に腰のために祈りを受けました。祈りを受けた後、腰の痛みも良くなりましたが、もっと不思議だったのは、本当は痔がひどくて、 お医者さんに手術を勧められて、その日を待っていたんですが、祈りを受けた後確認してみたら、痔が完全になくなったのです。私は一人で楽に立ち上がって体を動かすことができて、とても驚きました。息子を連れて外に出て、 息子の手を握って回ってジャンプして動いてみました。腰に全然痛みがなくて不思議でした。イエス・キリストの愛で皆さん全て信仰によって応えられますように。アーメン。 神様は私が祈りながら罪を発見して捨てていき、変えられていくほど祝福して、
단단 이하시되 크다사루 또 치료도 점차 해주신다는 것을 깨달았 사토리 마시다. 저는 이렇게 와타시와 코노요니시되 슈가 와타시노 진세니 하다라카레 토모니 오라레르 코도 간지나가라 신고 세가조 시테이마스. 미오키노 문제 だけでなく 이노치노 미코토바오 통해 카에라레르 슈쿠쿠 이다다이테 시아와세다 또 고크야크스루 타나쉐이프 세이토. 먼저 감사나 코토와 제가 이제로크 선생이 대학때 메시지를 통해 인생이 완전히 바뀌었다 ということです. 自分の思いと人生の目的がそして信仰生活が完全に変えられました。霊的なことを悟り始め祈りがどんなに重要なのか悟って祈る生き方になりました。そしてここモルドバのキシナオ市に万民教会があることがどれほど感謝なのか分かりません。 神様のために生きるように導いてくださった主に感謝し、私と私の家族、そしてモルドバ万民教会を守り導いてくださってありがとうございます。 世界中にいる万民の聖徒、父なる